動画をご覧いただきありがとうございます。今回は性セックス依存症が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まず性セックス依存症とは、性やセックスに依存してしまう状態を性セックス依存症と言います。この性セックス依存症が楽になる2つのポイントの1つ目がですね、無意識に満たされない思いを変えていることに気づくことになります。実は性やセックスの依存症はですね、どこかで無意識に満たされない思いをですね変えているから発生すると言えます。言い換えると、その無意識に感じているですね満たされない思いをですね満たすための代替の行動として、性やセックスに依存している状態だと言えます。逆に言うと、その満たされない思いがですね満たされることで、必要以上に性やセックスにも依存する必要がなくなっていくと言えます。ですから、まずはですね、自分がどこかで無意識にですね満たされない思いをですね変えていること、感じていることに気づくことが大事になります。それはですね、性セックス依存症が楽になる第一歩につながると言えます。では二つ目のポイントはですね、自分を受け入れることになります。先ほども言いましたが、その満たされない思いというのはですね、突き詰めていくと自己否定だと言えます。つまり、自分で自分をですねどこかで無意識に否定してですね、自分で自分を満たすことができないからですね、周りでそれを埋めようと性やセックスにですね依存してしまう状態だと言えます。逆に言うと、できる範囲で自分を受け入れてですね、自分と和解、自分と仲直りすることができることで、自分で自分を満たすことができるためですね、必要以上に周りに依存する必要もなくなってですね、性やセックスにも依存しなくなっていくと言えます。ですから、自分を否定するほど自分で自分を満たすことができないためですね、周りでそれを埋めようとするため、性やセックスにも依存しやすくなってですね、逆に自分で自分を受け入れてですね、自分で自分を満たすことができるほどに周りに求める必要がなくなるため、性やセックス依存症も楽になっていくと言えます。では、具体的な自分を受け入れる方法としましては、例えばノートとかスマホのメモとかですね、自分一人の LINE グループを作るなどして、そこにですね自分のいいところや好きなところを思いつく限り書いていくことになります。自分のいいところや好きなところを書くほどですね、それが自分を受け入れることにつながっていきますからね。ただどうしてもですね、なかなか自分のいいところや好きなところが見つからないという方も中にはおられると思います。その方はですね、まずは1日1つから結構ですからね、1日1つ自分のいいところや好きなところを見つけてですね、それが習慣になることで自分を受け入れる習慣になりますからね。それが自己需要、自分との仲直りにもつながっていくと言えます。またですね、それでもですね、自分のいいところや好きなところが見つかりにくいという方はですね、あえて自分のネガティブな部分とかですね、嫌いな部分を上げてですね、それをどうしても転換すれば、ネガティブがポジティブに変わってですね、嫌いな部分が好きな部分に変わるかとですね、視線を変える練習をしていくことで、ネガティブがポジティブの種になってですね、嫌いな部分が好きな部分の種に変わっていくと言えます。
実は物事はですね、必ずこういい面と悪い面でできてますからね。言い換えると、どんなにいい風に見える人もですね、どっかでネガティブな面を抱えていますからね。ただ、そのコインのどちらを見るかですね、ネガティブな面を見ると否定してしまってですね、いい面を見ると受け入れることができますからね。そして、ネガティブとポジティブですね、いい面と悪い面といい面はワンセットですからね。視点を変えればいくらでもこう、見つかっていきますからね。ネガティブがポジティブに変わっていきますからね。例えばですね、短期ということも一見するとネガティブに感じますが、視点を変えると感情表現豊かというふうに表現することもできます。また、弱気ということもですね、一見ネガティブに感じますが、視点を変えると慎重というふうにもですね、言うことができます。そのように視点を変えればいくらでもですね、ネガティブがポジティブに変わってですね、嫌いな部分も好きな部分に変わっていくと言えます。ですから、あえてですね、自分のネガティブな部分や嫌いな部分を上げてですね、それをどう視点を転換すれば、ネガティブがポジティブに変わってですね、嫌いな部分が好きな部分に変わるかとですね、視点を転換する練習をしていくことで、ネガティブがポジティブの種になってですね、嫌いな部分が好きな部分の種になっていくと言えます。そのようにこう自分を受ける習慣を持つことで自分で自分を満たすことができますからね。その結果、性やセックスに対してもですね、依存しにくくなっていくと言えます。言い換えると依存する必要がですね、なくなっていくと言えます。ただですね、それでもなかなかですね、自分を受け入れられないという方が中にはおられると思います。そういった方はですね、自分の存在価値を思い出すとですね、自分を自然と受け入れることができると言えます。実は、人の価値にはですね、存在価値と付加価値というものがあってですね、存在価値とはまず存在している価値ですね。生きている価値とも言えます。そして、付加価値とはですね、何かを達成する価値とか、何かを実現した価値になります。そして、存在価値の上にですね、足されるのが付加価値ですからね。つまり存在価値ありきで、あるのが付加価値でもありますからね。ただ人はどうしても付加価値ですね。何かをできたとか、達成したことに価値を置いてですね、これができたらあの人は素晴らしくて、できてない自分はダメとかですね。いろんなことを実現できたらあの人は素晴らしくて、実現できてない自分はダメだとかですね。付加価値で判断するとどうしても違いが目に入ってですね、その違いが苦しみを生みますけどね。ですが、存在価値を見ると誰もがイコールですからね。例えば、金メダル取った金メダリストの方ともですね、あなたは存在価値を見るとイコールですからね。どんな偉業を達成した偉人ともですね、存在価値で見たらあなたはイコールですからね。それ本当は誰もが存在価値を見るとイコールになってですね、イコールになるから比べる必要もなくなってですね、ある意味で比べることすらできなくなりますからね。比べないから落ち込まなくてですね、自分を否定することもなくなっていくと言えます。そして、存在価値の大きさをですね、例えるならば、存在価値は地球大の地球の大きさがあると言われています。そして、付加価値はですね、その地球の中の、地球の中に立つですね、家一軒分ぐらいの大きさしかないと言われています。実際にこう地球がないと地球の中に家も立ちませんよね。それがでも圧倒的な価値の差が本当はありますからね。また他にも、存在価値をですね、海全体の大きさに例えると、付加価値はですね、その海に降り注ぐ一滴の水ぐらいの大きさだと言われています。ですから、その本当は圧倒的な価値があるですね、存在価値を思い出していくことで、自然とですね、自分を受け入れることにつながっていくと言えます。そして本当ついですね、誰もが付加価値、何かを達成するとかですね、何かできたことが素晴らしくて、できないことはダメだと判断してしまいがちですけどね、それはあくまで付加価値ですからね、存在価値に足される二つ目の付加価値であってですね、本当は存在してるから何かを達成することができますし、夢を叶えることもできますからね、ですからベースに存在してなければ、生きていなければですね、それを実現することも、叶えることもできないですからね、その当たり前でですね、当然すぎて忘れてしまってですね、存在価値の価値を改めてですね、思い出すことで、周りと比べてもなくなってですね、それが、自然とですね、自分を受け入れることにも、つながっていくと言えます。
そのようにですね、性セックス依存症もですね、ある意味で自分を受け入れるため、再びですね、自分と仲直りするために発生しているものでもありますからね。そういった意味で、一旦ですね、性セックス依存症を受け入れてですね、そこから学んで活かせると、卒業につながりますからね。つまり楽になることにつながっていきますからね。逆に、ある意味で症状を否定してしまうとですね、戦ってしまってですね、喧嘩もそうですが、戦うこと激しくなりますよね。激しくなるから、余計に悪化したりとか長続きすることにもつながりますからね。ですから、できる範囲で、症状を受け入れることですね。そのためにもまだですね、自分を受け入れることが大事になりますからね。自分を受け入れることで症状もですね、受け入れやすくなってきますからね。そして、依存症の原因である、めちゃされない思いはですね、自分を否定することで突き進めると思われますからね。ですから、できる範囲で自分を受け入れて、自分と仲直りができるほど、性セックス依存症もですね、本質的に楽になっていくと言えます。では、まとめていきますとですね、性セックス依存症が楽になる2つのポイントの1つ目がですね、自分が満たされない思いをですね、変えていることに気づくことが大事になります。性セックス依存症もですね、どこかで無意識に感じてるですね、満たされない思いを満たすために性やセックスに依存してますからね。ある意味で代替行動として性やセックスに依存してますからね。逆に言うと、その満たされない思いが満たされることで、必要以上に性やセックスに依存する必要なくなってですね、ある意味で適切な距離感でですね、性セックスとも向き合っていくことができると言えます。そして、二つ目のポイントがですね、その満たされない思いの正体がですね、自己否定でもあります。自分を否定することで、自分で自分を満たすことができないため、それを周りで埋めるとですね、性やセックスにも依存していきますからね。逆に言うと、できる範囲で自分を受け入れることができるようになるほど、依存症もですね、性セックス依存症も、必要以上にですね、必要以上に性やセックスにも依存する必要がなくなってですね、依存症も、性セックス依存症も楽になっていくと言えます。またですね、この動画で語りきれていないですね、性セックス依存症がですね、楽になるポイントをまとめたブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄とかコメント欄の方に貼っております。より深い部分から性セックス依存症が楽になったという方はですね、ブログのページもチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。また、生きることが楽になる本も出版しております。生きづらさ卒業の教科書という本ですが、生きることが楽になる習慣と生きづらさの正体をですね、明らかにすることで本質的に生きること、つまり悩みや症状が楽になる内容の本となっています。この本に関しても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、習慣とか生き方を変えてでも本気で症状や悩み、人生が楽になりたいという方はですね、本の方も読んでいただけたらと思います。あとですね、対面、直接お会いしてのカウンセリングが成立とかですね、あとメールで人気なオンライン、ビデオ通話、LINE 名でのカウンセリングも行っております。カウンセリングで不自然な認識とかですね、思い込みが手放されて習慣が調和することで症状や悩み、人生は楽になることが可能だと言えます。また、カウンセリングはですね、1対1でその方に合わせた専門のアドバイスもできますからね、そんな一番効果的なですね、カウンセリングが成立に関しても、この動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、本気の方はですね、カウンセリングが成立の方もご活用いただけましたら幸いです。またですね、当院の LINE 公式アカウントのお友達も募集しています。LINE 公式アカウントでは、生きることが楽になる情報ですね、症状や悩みが楽になる情報を定期的に配信しています。登録についてはですね、この動画の概要欄の方に登録のリンクを貼っておりますので、LINE 公式アカウントもお気軽に登録いただけたらと思います。またですね、この動画が何か少しでも参考になったとかですね、楽になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録もお気軽によろしくお願いします。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。